これは日本一優しい鬼退治のラジオである。鬼滅ラジオ。こんにちは、河野炭治郎役の花江夏樹です。こんにちは、アゲスの善逸役の島野ひろです。さあ今週も始まりました鬼滅ラジオ、はい、この番組はテレビアニメ鬼滅の刃の魅力をリスナーの皆さんと共に熱く語り合う血風剣劇冒険ラジオです。フェイスフェイス。下野さん、なんすか、なんかなんすか、今日嬉しそう。嬉しそうでしょ、なんかオーラが出てる。マジでやっぱド派手に出ちゃってる感じがする。なんで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 。そうなのよ、あのね、聞いてくれる、はい、先日あたい、あたい大阪の方にちょっと行ってきちゃったわけ。プライベートで、つまり USJ! ついに、行ってまいりまして。下野さん行く時間あったんすか。できたのよこれが。すごい。あのちょうどね、花井くんとやってるね、あのレギュラーがね終わったタイミングだったからね。あ、なるほどね。そうそうそう、一緒に撮ってたやつがね、あれあれ、あなるほど、あれが終わったタイミングだったから、なんかそこがいろいろハマって、ね、開いてあれこれ2日間まるっといけてますねってなったから、あの下野広がもう速攻ですよ。うわ、速攻予約して素晴らしいですね。行ってまいりました。おー、どうだったんですか、はい、いやもうね、私ね、はい、ちょっとやっぱ鬼滅の刃を侮っておりました、侮っていた。いやさすがにね、もう始まってから結構経ってるじゃないですか、はい、まあ、USJ もねコラボね、そうコラボ始まって、XR ライド行ってきたんですよ、はい、いいですね。 CM でもやってますよね。いや最初なんかね、こう外から見た感じだと、うん、あ全然なんかサクッといけるのかなと思ったら、うん、なことない。平日ですよ、平日、ね、平日の昼間ですよ、平日の昼間110分待ち、うわー待つー。そう、平日でそんな待つんですね。そうで、あの、はい、USJ の人にね、こうちょっと話を聞いたりとかしたら、やっぱあの休日とかになると300分待ちとか、いまだにやっぱあるんだって。でどうでした、乗った感想は。いやーすごかったわ、下野さん。そういう絶叫まではいかないですか、その XR ライドは。絶叫です。絶叫なんだ。絶叫です。結構激しい動き、あの、あの VR ゴーグルっていうか、はい、をつけて映像を見ながら、そうつけて、AR っていうか VR っていうかつけて、うん、あの実際にその無限列車に、はい、あの乗車して乗ってたところから、こういろいろ戦いが始まってみたいなので、こう駆け抜けながら経験するっていう、ね、だからまさに炭治郎とかさ、伊之助みたいにその縁武と戦ったりとか、うんうん、あとあの入る前の入り口の説明、はい、ああいうのをあの注意事項っていうか、それをね我々撮りましたよね。そう、あれ聞いたことあるなと思ったら、エンム平川さんが声やってたりとか、はい、あと入ってくまでのその背景の映像みたいなのがあるんだけど、そういうのもすごい作り込まれてて、いいな。いやめちゃめちゃ良かった。めちゃめちゃいいっすね。実際に自分がその収録したところがどういう映像になるのかってはっきり分かってなかったよね。確かにね、どういうシチュエーションなのかっていうのはね。そう、みんな急に登場するから。あ、そうなんだ。もうね、あの見るところが多すぎてすごいキョロキョロしちゃってた。ワクワクしますね。あと、あのあとね、はい、そうなんですよ。あと何乗りました。あとね、はい、ハリウッドドリームザライド、はい、こちらね、あの、音声だけだったんですけれども、はい、こちらね、あの実際のそのジェットコースターの背景を見たりとかしながら、うんうん、炭治郎とか善逸とか伊之助とかね、あと禰豆子ちゃんと一緒に乗ってるような感覚になるぐらい、こうずっとね声が流れてるんですけど、うんうん、私ねこれなんどういう収録したっけなって思い出したのね、うん、あの乗ってて思い出した、はい、ずーっと善逸が叫んでるんですけど俺改めて臨場感ある収録をしたなっていうのを感じましたね、はい、あのちょいちょいね、善逸が、うん、いやーって言ってるところで俺いやーって言ってたからね。ここだけ善逸が2人、そう、勝手にステレオ、うわすごい勝手に 3D になってたからね。贅沢な空間、隣乗りたかったな。いやうるさかったと思 う、ね、なるべく声出さないように頑張るんだけど、はいはい、無理でしたやっぱりやっぱ声は出たね。なんかお客さんもね、あれなんかお、なんか二重に聞こえるみたいな。どうなんだろうね。いや、うん、特に何にも言われなかったよ俺、結構堂々と言ったんだけど。いやそりゃもうやっぱもう下野さんオーラがありすぎて逆にもう眩しすぎて見えないんすよいや違う気がするな。いや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 違う気がする、ね、でもやっぱりその USJ のねその雰囲気というか、はい、やっぱもう見るものいっぱいありますから、うん、そっちにやっぱ釘付けになっちゃったんでしょうね。いやそれもあったと思うね、うん、
あとね食事もね、藤の花の食事ところ行ってきました。おお、どうでした。で私ね、はい、青の御膳いただきましたけど。青の御膳、はい、あの実際にあの音声収録とかね、その食事してる最中にしましたね。ちょっとあの自分の声が聞こえてくるからドキドキするんだけど、あれちょっと どういう風に流れるのかちょっと僕不安だったんですよね、はい、なんか食事時にめちゃめちゃうるさくていいのかなって言いながら収録しましたもんね。でもね食事しててもねそんなに気にはならなかった。あ、そうなん。確かにギャーって言ってたけど、じゃあ割と間隔空けて流れる感じだ。ただ自分の声だけにやっぱこうビクってなる、はい、おってなったりとかして。でも美味しかったですか。美味しかった。すっごい あのね食事のクオリティめちゃめちゃ良くて本当にいいだし、あとやっぱ室内とかも結構その藤の花があの内装の中にあったりとか、うんうん、そう、あと義勇さんとかね、はい、忍さんとかいらっしゃったりとかして、ご分をって言ってくれるんですか。切り火やってもらった食事。切り火やってくれるんですか、うん、嘘。なんかもうねとにかく幸せな気持ちになりました。なんかいい2日間でしたね。本当に最高でしたね。最高でした。なんかすいませんっていうぐらい。いやいやいいんですよ。それはもう下野さんが行かないで誰が行くんすか。いやでもね、僕も行きたいな。日野さんも行ったんですよね。そう、日野さんも行ったって話聞いた。いいな、羨ましいな。ちょっと年末年始とか行きたいですね。いや行った方がいいよ、絶対行った方がいい。楽しみです。いやそこはね、ぜひともなんか、うんうんうん、ちょっとその辺の話はさ、はい、もう全然した方がいいと思うよ。年末年始とかね行ってまた改めて USJ さん、そう、今度花江くんの体験をね、年末年始行くんですけど、うん、って言ってね。そうそうそう、そうそう、いいです。歓迎してくれますかね。歓迎してくれるよ。そう、もうあれやりたいんですよね。煉獄さんがあの集中って炭治郎にあのやってる、うん、あの像があるじゃないですか。像っていうかフィギュアというか等身大ぐらいの。私あそこの、あそこのね、その庭っていうかもうあの、はい、XR ライドに乗る前の庭みたいなところなんだけど、うん、あそこにもね若干秘密があるんですよ。何言わないで。これは今言わない。言ったこれはまあ、あのみんな自分で探してほしいと。言ってから確かめる。欲しいと思う。中だけじゃないから、外にもちゃんとあるから。なんだろう、うん、うわ楽しみ。一つ言えることはね、その目の前の屋台のところに春日井ガラスがいました。あ、そうなんだ。そういうやっぱいろいろだね。そう、グッズとかもね、いろいろあったりとか。これほら下野さん。あ、そうだね、これ忘れてる。危ね危ね、お土産買ってきたのよ。うわ、はい、こちらね、あの天ぷら風揚げ菓子。天ぷら風揚げ菓子、そうそう、あの伊之助が大好きなね天ぷら、すごい、こちらをね再現したお菓子があるんですけど。おばあちゃんだ、ね、俺も食べてないんだよ。いいですか、ちょっといただきます。ごぶんをって書いてあるパッケージ。そうそう、いただきます。いただきます。やべあ、この形状のお菓子知ってるぞ。これ好きなやつだわ。これ俺も好きなやつ。うわ、めちゃめちゃうまい。最高。あ、わあ懐かしい味する。ちょっと待って、これいくつか持って帰って酒のあてにしていい？うん、これお酒に合うね。あ、わあ、あこれいいな。サクサクしてる。今日帰ったら飲めるんだよ、うん、これほわほわ、うん、ほわほわ、うまい、うまい、うん、さすがに伊之助はいなかったけどね。うん、伊之助いなかったですか。伊之助は多分警備員に捕まっちゃうんじゃない。まあ、あか山に行ってるんでしょうかね。そうだね。山に行ってるってことにしとこ、うん、その方が夢がある。いやありがとうございます。いや本当にいいレポートでした。いやでも正直、うん、これ全然足りてませんから。嘘、皆さん何パーセント今伝わった。そうだね、うん、50%。 50%、うん、あーじゃあもうあと半分は実際に行くしかない。いや実際に行った方がいい。俺もね結局あの行けてないところとかもあったりとかするので。なるほど、そうそう、わかりました。いろいろね、あの人数の関係っていうか、うん、本当に多かったのよお客さ ん、 だから、ね、平日でもね。そうだから皆さんぜひともね、はい、一日じゃもしかしたら楽しめないかもしれませんけども、行ってみてください。楽しんでください、ね、そしてですよ下野さん、なんだい。そんな中、うん、ついに、うん、遊郭編の第1話が放送になりました。きた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 、やっとですか。やっとですよ。ようやくですか。もう無限列車にこう乗ってついにやってまいりました。やってきましたね。やってきました。なんでこの後、はい、たっぷりと熱い思い、はいはい、派手にお送りしていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況ツイートも大歓迎です。よろしくお願いします。お願いします、番組を聞いてくれている大使たちとつながっていきたいので、ぜひハッシュタグ鬼滅ラジオをつけてツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは鬼滅ファンと一緒に盛り上がる30分、最後まで熱くよろしくお願いします。よろしくお願いします。お付き合いくださいじゃないんだ。鬼滅ラジオ、改めまして鎌戸炭治郎役花江夏樹です。阿波妻善逸役下野紘です。下野さん、はい、もう最近あった話とかいいっすよね。もういいっす。
さっき しましたし、振り返りましょう、振り返りましょう、遊郭編の第1話を、はい、いやーもう待ってましたよ本当ですよ、はい、先週放送になりました。まずちょっとあらすじから、はい、行きますよ、はい、無限列車での任務を終えた炭治郎たちは長屋敷で療養生活を送っていた。そんな中炭治郎は煉獄のことづてを伝えるべく煉獄の聖火を訪れる。亡き京次郎を侮辱する父新次郎に憤る炭治郎だったが、炭治郎の耳飾りを見た途端新次郎は目の色を変える。果たして炭治郎は煉獄家で何を知るのか、はい、というねあらすじなんですが、はい、まずは、はい、まずはですよ、もう鬼殺隊ではなく、はい、まずは鬼側、鬼側ね、もう無惨様本当に今度は何ちゅう格好してるのとあと改めて思うけど、ずっとさ、そのスタッフロールを背負いながらさ、ずっと登場してるでしょ。そうすごいよね、あれはちょっとねいいですよね。だって前回の我々の一番新しい記憶の無惨様は女装というかね、そうだね、あの女性のあの着物を ね着た格好をしてますから、はい、そこから次は子供と、本当よ、もうどれが本当の鬼舞辻無惨なのかってね、あとなぜそうなったのかを、あの女性の時は一体何があったのかって、そうなんですよ、ね、知りたいよね。そうなんですよね、いろいろ知りたいよね。そうなんですよ、一応そのだから人間たちの生活に紛れ込んでっていうことなので、ね、なんだけどね、まあ、いろんなこう形態があるんでしょうけど、今回は子供ですけど、はい、あの赤座を、うん、もう言葉というか、いや圧だけで吐血させるとはね、あそこも怖かったな。あれはでもいいシーンでしたね。あそこでしかしでも言ったら赤座の首は飛んでるわけでしょ。いやもう飛んでる可能性ありますよ ね、 そうだよね、耐えるしかないね、あれね、赤座もね、それでやっぱ炭治郎のね顔を覚えたぞって言って ね日輪とボロボロにしてね、本当にもうねすごい、もう何発パンチ入れるんだってくらいね、すごい刀の曲がり方すごかったね、すごいですね、ボロボロ本当にね。だからそれだけやっぱね、こうあの言葉は響いたんでしょうね、赤座にね、あというところから始まり長屋敷ですよ。もうですね、善逸がなんかちょっとね、なんかこういう時の善逸ってちょっと大人っぽいですよね、こう、まあ、独白というかモノローグの時とかね。そうだね、うん、やっぱりこうなんていうのかな、人の音が聞こえるからこそ、その炭治郎が一体どういう状況なのかとかっていうね、うんうん、そういうのがどうしても聞こえてしまうんだろうね、うん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 、やっぱそういう時にはあの善逸くんだってしっかりするわけですよ。そうね、うん、ただなんかご飯はなんかもうこっそり持ってってましたけどね。いや俺さこっそり持って何と変えてんのかなと思ったら、あんなボロボロのさ偽物のまんじゅうみたいなやつをさあれ手縫いかな、あれどうやって用意したのね、あれもちょっと手間かかりますよ、逆に、ね、そうなんだよ、そうなんだよ、ね、本当だよね、あったのかな、なんかね、そういうのね、何で作ったんだろうね、あれね、何なんでしょうか ねありましたけどもね、はい、そしてそんな中炭治郎は、うん、煉獄さんの、はい、まあ、訃報を伝えに行くために、うん、煉獄家を訪れるということなんですが、ね、ここのシーンがね、うん、なんというんでしょうか、もうなんかどっちも気持ちわかるよっていうね。そうね、うん、やっぱこう息子を失って、うん、こうちょっともう自暴自棄になっている、うん、まあ、お父さんだったり、やっぱ煉獄さんのねとこう無限列車で一緒に戦って、うん、もう誰よりもこう守り抜いたっていうのを分かってるこう炭治郎とのこのなんか気持ちのやり取り、これがなかなか見てて辛いものありますよね。お互いだからなんかね、うん、やりきれないものがやっぱどうしてもあるっていうのがね、あそこのシーンではあるし、そうですよ、ね、見えるし、だからあそこで煉獄さんのお父さんにね、うん、こうボロクソに言われた時に炭治郎がもう俺がどれだけ打ちのめされたと思ってるんだって言ってね、うん、泣きながらこう向かっていくところはやっぱちょっと僕はグッときましたね。そうだね、うん、俺はね千次郎がさ、はい、こう最後にこう煉獄さんの言葉を伝えるじゃない、はい、あの後のなんていうのかな、千次郎の気持ちっていうかなんかね、なんかあそこのね、やっぱもう息子、やっぱそうなんだなっていう、息子なんだよなって、父親でありもうね、そう思うと赤座が憎い。そうなんですよ、これはもうだから我々はもう許せないです、許せないね、やっぱり何があろうとも鬼を許すことはできない。ねずこちゃんは別として、ねずこちゃんは別として、ねずこちゃんは別として、まあ、いいように悪いようにはね、そうね、もちろんありますよね、そう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 、そうね、ここの本当も
もやり取りもよかった、ね、あともあの千次郎くんのね、うん、もうあの声にならない泣き方っていうんですか、いやすごかったね、あれもねあれもねよかったですね、まあ、えのきくんとはね一緒にあの収録できたんですけど、ね、うん、やっぱだいぶあの気合い入ってましたね、そりゃそうだな、よかったです、いやよかったです、はいはい、あとはですね、あそう火の呼吸だ、火の呼吸ね、火の呼吸というワードが出てきましたね、そうですね、最強の見業ってね、うん、言ってましたけど、言われておりますけれども、一体何なのか、ね、火の神神楽のことなのか、ね、どうなのか、いやそこはね何かしらつながりがあるからこそ、やっぱりこう、ね、あのお父さんだってこう、うん、目の色が変わったりとかしたわけですからね、うんうん、そうですよね、うん、いやこれはなかなかね、うん、そうですね、僕最初火の呼吸って言ってたんですよ、うんうんうん、お日様のね火の呼吸でね、うんうん、でもイントネーションは火の呼吸でいきます、なるほど、ね、っていう風に言われて、まあ一応だからその炎の方の火もあるじゃないですか、うん、あるね、だからそっちと被らないようにした方がいいのかなと思って火の呼吸にしたんですけど、うん、火の呼吸にしますって言われて、あえてって言ってたんだよね、あえてなんですか ね、 多分ね、そこの火と被せることによりあえてみたいな、だから、そのね、火曜日の火の方ではなく、うんうん、炎っていう、ね、うん、炎の呼吸、そう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 、と区別されているっていう、ね、っていうことなんですかね、始まりの呼吸、そうです、うわかっこいいっすね、なんか、ね、あと改めてほら千次郎くんが言ってたけど、うんうん、実際に剣士として戦えるだけのその力が剣術がなければ、刀は色が変わらなかったっていうね、うんうんうん、だからそう考えると黒く黒刀になったけど、はい、やっぱ炭治郎にはそのちゃんと鬼と戦うだけの力というか剣術は備わっていたっていうことにはどうなんでしょう、ね、そして唾を、はい、刀の、いやーね、あの唾をこう渡されて、はい、あの炎のちょっと形になってる、はい、あれはいいですね、いいですね、あれはなんかやっぱもうグッときますよ ね、 そうですね、本当にね、後でちょっと話しますけど、オープニングの話にね、うん、オープニングの冒頭であの煉獄さんの唾がポーン出てくるんですよ、うん、それをこう炭治郎が掴むんですけど、はい、なんてことを考えるんだと、そう、もうあのコンって最高ですね、そして、帰ってきたらもう炭治郎も結構もうゼーハーゼーハー言ってますよ、顔色悪いよって言われてたのに、たのに鋼塚さんが、うん、来ちゃった、うわもう、うん、あの収録楽しそうだったな、鋼塚さん、いやーほんとね、うん、あれすごかったね、はい、なんか別の生き物みたいになってたもう人ならざる何かになってたじゃん。なんか波川さん言ってたな、もうなんか来て全力でもうずっと叫んで帰ったって言ってた。もしめちゃめちゃ面白かったよ。面白かったですよね。あとあの動きもさ、うん、なんか良、うん、かったよね。良かったっすね。かなり動かせてもらってるよね。すごかったっすね。あれ何の呼吸のになるのかしら。あれ鋼の呼吸かな。そうなのかな。あれ鋼の呼吸になるのかな。そんなものがあるんですか。ただ真っ黒かったけどね。あ黒かったっすね。ドス黒いオーラでね。若干闇落ちしてんのかなっていうぐらい。黒かったけどね、出てましたよね、出てましたね、まあ、ただみたらし団子が好きっていうことなんでねそれでもういい、もうさ表情がさあのお面をかぶってんのに豊かすぎてどうしたらいいのか分かんない、ね、なんかそれやっぱすごいですよね、あのやっぱお面越しにちゃんと表情がね、そう伝わる、見えるというかね、感情が伝わるっていうのはいいですよね、かわいいよね、あの人もね、かわいいですね、37歳なのに、ね、そして、うん、第1話ですね、ちょっとオリジナルシーンも入ってて、はい、あの炭治郎が単独で修行に行くっていうシーンが、はい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 、皆さん気づきましたよね、うん、入ってるんですけど、はい、あそこも良かったですね、よかったね、ちょっと僕強くなったんだぞっていうことを、うん、まあおそらくこう伝えて、うん、次のまあ任務に行くまでに炭治郎の成長を描いてるんですけど、ちょっとあの時、うん、炭治郎ちょっと余裕感がね、はいはいはい、あったじゃないですか、はいはい、あの山寺に潜伏した鬼と対峙するときに、一人で任務に行ったときね、はい、うん、で呼吸もね、はい、いつもだったら、うん、水の呼吸って言ってるところを、うん、水の呼吸、そうだ、そうなってたし、初めてあんなに余裕を持った水の呼吸を僕は使ったのは、あとしかも、はい、技的にもさ、あれ内潮ってさ、あれあんな風に2発打つ技だった、そう1回こうぐるっていって回り込んでふわってなんかね、ちゃんと流れが綺麗に出来上がった状態でもう1発打ってるでしょ、そうなんです、ね、あれでとどめ刺してるじゃん、だからより洗練されてきたってことですよね、そういうことだよね、うん、だからちょっとなんかね、意識的には僕は義勇さんっぽいなって、 あそこまではいかないですよ、でも、はい、確かに意識してたよね、あの映像はどう考えても、ちょっとだけ、そうだよね、うん、だから最初テストの時は若干義勇さんに寄せたんですよ
でもそれだと強すぎるから、なるほど、ね、もうちょっと炭治郎のこの、まあ、若干必死な部分っていうのは残しとこうみたいな形であれに落ち着いたんですけど、はいはいはい、あとねずこちゃんとのねこう連携プレーも ねかなりかっこよかった。あの柱にさこうペペペペペってこう、うん、炭治郎が登っていて壁を走るじゃないですか。 そこの箱から禰豆子が出てくるっていう、あそこでさ普通だったら炭治郎がさこけって一回転して切りに行くじゃない。そう違うのよ、じゃないのよ、禰豆子が来るのよ。禰豆子ちゃんの登場なの。そうなのよ、そうなのよ、禰豆子もやっぱ連携できるようになってんのよ。すごいよね。さらにね、これはもう孫うことなき鬼殺隊ですよね。ちょっともう煉獄さんも行きましたけど、兄弟だけの話しないで、善逸だってね一人で任務に行けるようになったんだよ。あ、そうだった。それまでだから一人で行ったことなかったんだと思ってそうだ、逆に善逸はなんかね嫌だって言わなくなったみたいな、ね、文句を言いながらも、うん、一人で行けるようになったっつって。でも禰豆子の髪を一さくれみたいな言ってましたよね、うん、言ってましたよ。あれもらえたんかなあれもらえたんかな。もらえるわけないでしょ。なんでだよ。もらえるわけ、あげてよ。あげないあげてよ。いや多分そこあれが頼みの綱なんだよ。いやそこは多分葵さんとかがなんか藁みたいなのをこれをちょっと禰豆子ちゃんの髪だと思ってみたいな。くそ、炭に染めたやつ、うん、渡してますよ絶対。マジで。でもそれでもやったって言いそう。言いそう言いそう。なんか想像力はね豊かそうですからね。善逸って単純だな。そして任務から帰ると天元様に登場しましたけど、天元様が登場しましたけど、派手ななんかよくわかんないやつ、はい、だいぶ今の段階で結構不満げですね。あの派手ななんかよくわかんないでかいやつあちょっとね柱の皆さん初登場が結構悪が強いから ねちょっとそう捉えられちゃうんですよね。だいたいさ、しっかり喋った人さみんななんかこうそう癖強すぎてちょっとみんな癖強かったり怖かったりとか、そうどう接したらいいのか。そうそう、ちゃんと話すとねやっぱ信念があっていい人なんですけど、最初はちょっと ねどこかやっぱ柱ってあるんだな、そういう雰囲気がありますよね。あるんだな。でも葵ちゃんとね奈穂ちゃんがこう捕まっていて、その代わりに、うん、まあ我々が行くということで。そういやあのシーンもあれはね原作にちょっとないですよね、うん、あんなになんて言うんですか、伊之助と善逸がいや俺ね違うのよ、あれはもう、はい、炭治郎、その前に炭治郎からの、俺たちが行くって言うわけ、はいはい、あ人あれ炭治郎しかいないじゃんって言います、ね、俺たちが行くっつったら、ファーって来て、はい、善逸伊之助でこうバーって来てクロスしてで3人で立って決めポーズ、もう炭治郎のあのちょっとボス感がある感じねあれもなんか戦隊ものみたいな感じですよね本当に。いやでもあそこはあそこでやっぱかっこよかったね、なんかね、かっこよかった、まあ、でもそれだけやっぱね炭治郎、伊之助、善逸は強くなったというか、自信がついたというか、あるんだろうね。でもやっぱ3人が揃うと賑やかですね。賑やかだね。それに今回小西さんも、そうだね、宇髄さんも入るわけですから、うるさいね。そう、小西さんはね、宇髄さんを演じるにあたって、もっと低カロリーでできると思ってたって最初言ってたんですけど、意外とこの喧嘩というか、ツッコミ合戦みたいになるところが多くて大変だって言ってました、うんうん、それは楽なんかできると思っちゃダメですよ、もうね、無理無理。もう誰かがうるさくしたらもうそれを超えるうるささをね、そうですよ、毎回ね出していきますからね。そこはもう頑張っていただかない、はい、そして一行が、うん、欲と色と欲にまみれた、うん、ド派手な場所、はい、鬼の住む遊郭に向かうと、はい、そうね、ここからのオープニングへのつなぎ、はい、鳥肌立ちませんでした。いやすごかった。いや最初映像の切れ目がよく分かんなかったですよね。なんかこれから遊郭に行くんだぞっていうのがもうビシビシ伝わってくる最高のオープニングじゃなかったですか。いや最高のオープニングでしたけど、もう今映像流しながらコマ送りで見て話したいぐらい。確かに気持ちは分かる、うん、一つだけ言わせてくれ。なんですか。なんであんな格好つけた感じでさ、最初天元さん、うん、やってんの奥さんさんにほんとはべらせてさ、なんか何なんかなんていうのかな、高そうな椅子になんかさすごいカジノのなんかこうオーナーみたいな雰囲気でさ、ちょっと舐めるようなアングルでね、何やってんだよ。いやあれかっこいいっすよ。かっこいいんだけどさあれ、マジでかっこいいっすよ。いやほんとなんかあのシャニ構えた感じちょっとぶっ飛ばしたいわ。いやでもみんなかっこいいですね。なんか今回のこの遊郭編のやっぱりこう、うん、
メインキャラクターなんだなっていう、こうね、宇髄さんと炭治郎がこうオープニングのねロゴのところにいる感じがやっぱだんだん受け継がれていく感じでいいですよね。そうだね。いやでも改めてやっぱこうさすがだなっていう、もう冗談抜きでね100回は見た100回ぐらい見た、もう歌も覚えたエメさんの。歌っちゃダメよ今。うわ歌いて、許可もらってないんだからカラオケ早く行きたいよ。ダメよダメよまだ。いやなんか全員いつもいいシーンありましたね、オープニングね。ねあったけどね。いやでもあの改めてなんだろう、いい映像だったね本当オープニングもね。いやいい映像、ちょっとあの何ですか、立志編のオープニングとはまたグレンゲとはまたちょっと違ったこう雰囲気、色使いみたいなね映像の作り方でしたよね。そうだね。花火がやっぱ綺麗ですね。綺麗。なんか本当ド派手なオープニングでしたね。そうだね。そういう意味で言うとだからこれからも多分ド派手なシーンとか結構出てくるんじゃないかな。出てきますかね。いや最高、鬼もね、ダキもね、そうだね、ダキのあのこう攻撃というか、ね、戦闘シーンがね、宇髄さんの日輪刀もねちょっと見えたりとか、グレンゲの時は、あの柱が出てきた時、柱のシルエットが解禁されて、あの影なくなったんですよね。なくなったよね。いや俺そう、熱くなっちゃったな。まだ1回しか見てないからな。疲れた。やっぱ話疲れるね。今日終わりでいいか。待って1話だけで疲れちゃう。いやあのねごめん。あのそうしたいのはやめやまなんだけど、メール来てからさ。メール来てますか。メール来てるからこれ紹介していかないとさ。わかりましたわかりました。ね、はい、はい、ちょっと待ってください。そんな遊郭編第1話は本日12月11日23時30分から東京 MX、BS11、群馬テレビ、栃木テレビでも放送されます。はい、そして明日12月12日に全国フジテレビ系で遊郭編第2話が放送されます。お楽しみに。はい、ではメールの方をご紹介してまいりましょう。はい、ラジオネーム善悪さん、善悪さん、善悪さんからいただきました。はい、第7話心を燃やせ見させていただきました。あ、 ね、ありがとうございます。善悪さんの炎の呼吸の描写がとにかく綺麗でした。綺麗だ、ね、最初から最後まで涙が止まりませんでした。止まないね。炭治郎たちの不甲斐なさに打ちのめされていくのがよくは伝わりました。うんうん、炭治郎の煉獄さんは負けてないのところでは、BGM でかまど炭治郎の歌が流れており、うん、そこでも号泣しました。うん、煉獄さんの最後の炭治郎たちに語りかけるところは、ああもうこれで最後なんだ、煉獄さんは死んでしまうのだと、結末を知っているのに、そんな思いが、込み上げてきました。伊之助が炭治郎と善逸に鼓舞するような言葉をかけるときは、伊之助の成長が感じられました。うん、エンディングでは穂村が、流れ、煉獄さんの最後を思い出しました。体感3分ほどで終わってしまいました。遊郭編も楽しみにしております。はい、ありがとうございます。いや改めて見させてもらったけどやっぱ、いやなんだろうね、本当泣いちゃうね。泣いちゃう、やっぱ泣いちゃうね。なんかもうやっぱり何度見てもいいですよね。すごいよね、あのシーンはね。しかもこの第6話のね次回予告も良かったのよ。良かったね。あの今まで結構その本話か来てたところから、本話っていうかこれどうしたよっていうのが多かったけども、もしかして最後までそういう感じの予告なんですかってちょっと思ってたら、一瞬思ったけどね、全然そんなことなく、そこからあもう本当にラストなんだなっていうのがね、煉獄さんが振り向かないでね、そうそうそう、ずっと背中で語ってるというか、そうなんです、ちゃんとね、あの穂村でね締めてくれるっていうのもね、いやよかったね。よかったですよ ね、 改めてね。だからあの遊郭編のね冒頭でもちょっと無限列車のねちょっとカット入ってますから、そこら本当にやっぱつながっていくんだなっていうのがね、そうだね、感じられまして、我々もやっぱね煉獄さんからこう受け継いだものをこうどんどんとやっぱりね、自分にねこう落とし込んでね成長させなきゃなっていうのはね感じますよね。そうだね。はい、いや改めてすごかったです。はい、ありがとうございます。ということでまだまだあなたからのメールお待ちしております。鬼滅ラジオ遊郭編に突入したということで、新コーナーの紹介に行ってみましょう。はい、ド派手にビフォーアフター。ド派手なことが好きな音柱宇髄天元のように、ド派手にやった結果どんな結果になったのか報告してもらおうというコーナーが始まります。はい、はい、まだちょっとメールは届いてないんですけど、ちょっと下野さん、はい、例えば、いろんな伝説ね、作ってきてる下野さんならド派手エピソードの一つや二つはあるかと思うんですが、どうですか。まあド派手っていうほどのあれじゃないですけれどもね。とあるね、番組をレギュラーでやってたことがあるんですよ、映像の。おうおうおう、それをねやってて、まあ
女性声優さんっていうかね女の子と一緒にやっててですね、やってて、うん、ちょっとあのこの後の話の展開のためにね、うん、ちょっと一回伏せときますけど、はい、一回っていうかあの名前伏せときますけど、うん、まあ毎回その誕生日をスタッフとか含めて、うん、みんなでその居酒屋っていうかさ、はいはいはい、そういうご飯食べるところ用意して、ね、お酒飲んでこう誕生日を祝うっていう、うん、俺も祝ってもらったりとかもしたんだけど、うん、もうせっかくだったらこう結構ねあのお店とかにもこういろいろ行って、うん、あのこういう風なタイミングでケーキ入れてくださいみたいなのを準備したわけいろいろ、うん、で買ってくケーキ、はい、その子が赤が好きだって言うから、お赤が好き、どうしようと思って、うん、ド派手なねドーム型なんだけどもうその全面にイチゴが敷き詰められている、うわド派手だな、真っ赤なやつ、真っ赤なケーキ、プレゼントとかもなんかこう赤い系のねなんかプレゼントとかを用意したりとかして、相当赤好きなんですね、もうだからその赤でねこう結構その彩ろうみたいな感じで準備してたわけですよ、うん、でケーキ最後ね俺が仕事帰りにケーキをこう買ってってそれでそこの場に遅れていきますみたいな感じで、なるほどなるほど、設定してで登場してサプライズだっつってね、サプライズだっつってバーンって出て、はい、あれ島野さんこんな時間に来れたんですかみたいな感じで来て、来たよっつってケーキ持ってきたよバーンっつってね、ハッピーバースデーって言って、うん、そのケーキを見た女の子、その子がね、はい、わーって言ったの、わーって言ったんだけど、これは喜んでくれたのかな、これは喜んでくれるのかと思って、うん、その前兆かなと思ったら、わーでも私酸っぱい果物がダメで、あー私イチゴとかダメなんですって言われて、全面イチゴだー、 ほじくって食べようかっつって、中にも入ってるんじゃないの、いやすごいイチゴめっちゃ綺麗だし、うん、つけられた装飾とかもさ、うん、そのなんかチョコレート細工っていうかさ、はい、めっちゃ綺麗だったわけ、はい、まあそのチョコレート細工は食べられたけど、まあ、外身は食べられなかったよね、あ、うん、せめてもの救いは中が、クリームとスポンジだったなっていうこと、あよかったよかった、中にイチゴは入ってなかったんだ、入ってた、え、うん、だからほじくり返すような形で、ほじくり返してね、もう食べれるとこだけを食べるっていうね、その子がね頑張ってひねり出した言葉が、よかったら皆さんでお召し上がりくださいって言われていい、でもいいサプライズじゃないですか、いや赤が好きだからと思ってね、何でも買うもんじゃないよね、あ、うん、なるほどね、ちゃんとリサーチはもっとちゃんとしっかりするべきだったね、リサーチね、確かに ね、 ね、いいですね、はい、ド派手だな、花江くんなんかある、僕はもうやっぱずっと派手ですから、うんうん、そうだね、うん、やっぱ何ですかね、そうだな、うん、うーん、やっぱ派手すぎて、派手すぎてやっぱ、うん、なんだろうな、うん、なんだありすぎるんだよな、困るちゃうよね、ありすぎるとね、どれにしようかなって、ね、派手なエピソードがいっぱいあるからね、うん、話、うん、あ、まあ、思い出しました、もう最近のもう一番派手だった、何派手だったもの、もうご飯食べるじゃないですか、ああ食べる、ね、白米の美味しい白米、美味しい白米炊いたんですよ、炊いたのね、僕はなるほど、かまどで、なるほど、かまどで炊いた美味しい白米、うん、これだけじゃ、うん、これだけじゃ味気ないじゃないですか、まあまあまあ確かに、それだけでも美味しいけど、これだけでも美味しいけど何かかけたいじゃないですか、そうだよね、かけてやりましたよ、何を、塩、うん、ド派手にね。さあということで、ね、今回のこの遊郭園に入って初めてのコーナーなんでね、皆さんからね募集するので、ね、ド派手に滑ったぜ、例をご紹介してみるとね、これがド派手エピソードかもしれないですね、僕ら最近の、うん、そうだと思うよ、ド派手に滑ったっていう、ちょっと静かに、怖がらないでみんなも送ってくるといいよ、うん、すげえ今もうびっくりした、うん、初めてだよ、このスタジオでエアコンの音がめっちゃ聞こえてきたの、びっくりしたね、エアコンついてたんだ、エアコンっていうかね空気清浄機の音だね、危ない危ない、うん、びっくりしちゃった、まあカットされるでしょうね今のはね、いやカットされません、絶対しません、嘘、むしろ空気清浄機の音を聞かせますめっちゃ聞かせますゴーっつって、ゴーっつって、あーびっくりした、はい、これ例題ねいくつかいきましょうかね、例題ね、はい、はい、僕紹介します、はい、リモート会議でド派手な画面にしたら会議が始まって2秒で上司に怒られた、そんなことあんの、あーいろいろ背景選べますから、選べるけどね、うん、鬼滅も配ってましたよね、そう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 、中央会議とかのなんか、ね、背景ね、いや背景リモート会議中にね背景がこうちょっとグラビア写真とかだったらどうかなって思うけども、うん、まあド派手、どんなド派手なんですかね、ド派手なんだろうね、まあ、こういうのがあったりとか、なるほど、あとメガネが地味だったのでド派手な赤フレームに変えたのに誰にも気づかれなかった、うん、あーこれ悲しいね、意外とね似合いすぎちゃうと意外とねこう赤だからとかねそういう派手な色とかってね結構しっくりきちゃったんでしょうね、しっくりきちゃったんだろうね、なるほどね、ありますよ、そういうね、自分のやっぱ思惑とは違う反応になってしまったとかね、派手にしてしまったがために、ね、でもその結果が得られなかったとか、そうそう、
でもいいんですよ、派手、派手で成功したエピソードでももちろんいいんですからね。派手だったら何でもいいのね。はい、そう、派手にいきましょう、ね、ド派手にいきましょう。派手にやった結果どうなったかっていうのが分かればいいってことね。そう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 、簡単簡単、はい、さあこんな感じでド派手なエピソードを送ってください、はい、以上ド派手にビフォーアフターでした。本編立ち入らカサカサ話、はい、番組の途中ですがこの時間は鬼滅の一文字にちなんだことわざや慣用句をご紹介します、はい、今回ご紹介するのは炭治郎の呼吸、水にちなんだこちら、焼け石に水。あ、なるほどね、はい、まあ、わずかな努力では効果がほとんど期待できないことの例え、うん、という意味ですね、はい、はい、なるほどね、焼け石に水ね、焼け石に水ね。あ、僕最近ですね、はい、こう子供部屋に、まあ、娘のね、うん、子供部屋に、うん、あのボールプール、うんうん、ボールがあのプラスチックのボールがいっぱい入った、うん、ボールプールをちょっと買いまして、おで、あの娘たちがねすごいねテンション高くねそれで遊んでくれてるんですけど、うん、まあ、最初は、うん、そのボールをこう持ち上げたり、うん、見せてきたりとか、うん、渡してきたりとか、うん、ちょっと投げてみたりみたいなね、でこう遊んでたんですけど、うん、まあ、最近はちょっとあのそれにちょっと、まあ、刺激を感じなくなったのか、うん、プールごとプールごとひっくり返すようになりまして。なるほど、もう部屋中ボールだらけそれを楽しそうにボールをひっくり返す娘と、拾って戻す父、戻した瞬間にひっくり返される父、それを困りながら拾い戻す父、笑う娘もうそれは焼け石に水どころか、もうそオプションみたいになっちゃってオプション楽しいのオプションになっちゃってもうね、お父さんが戻してくれるからっつってね、ヒーコラ言いながら戻してる面白いバサーまあまあまあ僕もまあ楽しいんですけどね、焼け石に水なるほどね。どうでしょう志麻さん。そうね、焼け石に水ね、はい、まああれだよね、こう本当はさ、うん、仕事しすぎてさ、うん、あ今日これダメかもしれないなって、意外と朝起きたら仕事できないかもって分かるんだよね。あ、喉のコンディションが、コンディションがもう明らかに自分のこの喉はどう頑張ろうともおそらく今日は仕事できませんっていう状態なのは分かってるわけ、うんうん、でもなんとかしようと思っていろいろ試すわけ、いろんなね、うん、お風呂使ってみたりとかさ、はい、うがいしてみたりとかさ、うんうん、もうあのスプレーとかさ、のど飴とかさ、うんうん、散々やってみるわけ、うんうん、漢方も飲んでみるわけ、 もうあらゆる手を尽くしてね、うん、あらゆる手を尽くして、うん、よしこの状態ちょっと良くなったかもしれないなと思っていても、やっぱ朝自分が思ったその感覚ってさ、うんうん、意外と正しいんだなっていうぐらい、うん、今日はお帰りくださいって言われる。でも現場に行くっていうのが大事ですからね。ただあの時のなんだろう、この努力の時間とは一体何だったんだろうかっていうぐらい、うん、その宣告をされた時に一回本当にあの力めっちゃ抜けんだよね。あ、まあ、今日はダメだダメかっていう、結局また来週に響いてきますからね。そうなの、そうなんですよ、ね、できることなら本当ね、うん、あの仕事好きだしさ、うん、やりたいんだけども、うん、ダメだったって思いながらもどうしてもそこであがいてしまう。焼け石に水だ、うん、そうだね、焼け石に水だ。分かってんのにね、分かってたらもう早めにちょっと今日はって、まあ、まあ確かにね、今日はってね、諦めてしまった方が良かったのか。でもそこで諦めないっていうのは鬼滅の刃からやっぱり、まあまあそうだね、学べるところですよね。そうだね、諦めない大切。もしかしたらほら、で何かしらの形でできる可能性もあるかなって思っちゃうからね。もしかしたらその声が出ない感じが欲しい日もあるかもしれない。そう、うん、ごめん多分ない嘘ごめん、多分ない嘘。風邪ひいてるシーンとか、風邪ひいてるだけだったらいいんだけど、もう大体でもあこの感じめっちゃ整体やってんなっていう。はあ、うん、もしかしたら今後、うん、こうなんかそういうねボロボロになって戦うシーンとかでそれがぴったりハマる日が来
来るかな、来るかもしれません。分かった、じゃあこれからも頑張ってあがいてみる。はい、はい、よろしくお願いします、はい、これでまた一つ水に詳しくなりましたね。次回はどんなことわざが飛び出すか、本編途中のこそこそ話にご期待ください。鬼滅ラジオ、カスガイガラスの片付け、いや、え、何今の、今のはなんか恥ずかしがり屋のカラスが通りましたね。なるほどね、はい、ここでお知らせです。家庭用ゲーム情報です。鬼滅の刃火の神結風炭はプレイステーション4、プレイステーション5、スチーム、XBOX ONE、XBOX シリーズ XS にて好評発売中です。鬼が続々と使用可能なキャラクターとして配信中。ルイ、赤座、ヤハバ、スサマルがバーサスモードで使用できます。また無償アップデート第3弾も今後配信予定、鬼が2体追加予定です。詳細は家庭用ゲーム公式ホームページまたはツイッターをご確認ください。続いて鬼滅学園情報です。最強ジャンプで連載中の鬼滅の刃の公式スピンオフ、鬼滅学園待望の第1巻が1月4日火曜に発売、うん、人気キャラ大集合&書き下ろしも満載です。はい、続いてイラスト記録集情報です。 UFO テーブルが描いたイラストを収録したアニメ鬼滅の刃イラスト記録集1が2月4日に発売されます。かまど炭治郎立志編に関わる300点以上の珠玉のイラストを網羅した一冊です。ぜひチェックしてください。以上、カスガイガラスのことづけでした。いやんいやん、鬼滅ラジオお送りしてきました。鬼滅ラジオエンディングのお時間となってしまいました。志村さん、はい、いかがでしたか。はい、いや、やっとね遊郭編が始まりまして、いやめっちゃ喋りましたね。喋りましたね、もう喋り足りないぐらいですよ。いや今日は情報満載だった気がしますね。ほんとやっぱね、初回1時間は最高ですね。いやすごいね、改めてほんとでも体感5分、いや早かったね。ほんと早かった、あっという間だったもんな。だからもう次回2話以降からはいよいよ遊郭 ね、はい、そうだね、潜入していきますから、はい、より盛り上がっていくんじゃないでしょうか。と同時に多分あれもう終わり早いよ、みたいな。だって次からは30分なんだもん。そうなんだよね、毎回1時間でやってほしい。気になってきちゃうよね、本当に ね、 なんでちょっとこれからもまた熱くね、はいはい、ちょっと詳しくね、はい、振り返っていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんも熱いお便りをお待ちしております、はいはい、番組ではあなたからのメールをお待ちしております。各コーナー宛てのメールはもちろん、アニメの感想、僕たちへの質問、鬼滅の刃へのあふれる熱い思い、普通歌も大歓迎、うん、テレビアニメ鬼滅の刃の公式ホームページにあるメールフォームから送ってください。はい、それではまた来週、お相手はかまど炭治郎役花江夏樹と吾妻善逸役下野紘でした。バイバーイ。日本放送でのオンエアを聞き逃した方、ラジコのタイムフリー聴取期限が切れた方、そして何回も聞きたいという方、この番組はアニプレックス公式 YouTube とインターネットラジオステーション音泉にて無料配信しています。毎週土曜日午後3時、日本放送ではいち早くラジオをお届け。ウェブの方ではディレクターズカット版として配信するので、どっちも絶対に聞いてねー。